電話ちょっとかけるからね。今日は何した2024年の1月、今日は10日ですね。昨日9日だ、10日ですね。はいはい、わかりました。じゃあ今ちょっと待ってください、手出しますからちょっと待ってください、電話かけますね。はい、今これだ、これどこだ、あ、これだ。はい、届きましたか。はい、おはようございます。おはようございます。なんか調子悪そうだね。風邪をひいたみたいで。無理しちゃダメよ、ちょっと待ってね、フェイスタイムするから。いいかい。はい、オッケー。よいしょ。今度ね、台買いましたよ。聞こえますか、声。え？はい。どこ、これいいか。はい、木を送ってます。はい、すでに赤いですね、手が。はい、いいですか。はい、わかりますか。わかります。どんな状態や。ああ、すごく調子悪い。大丈夫ですよ。すごく調子、あれ、夕方までにはあのお熱下げて、はい、迎えに行ってあげないと。お父さんを待ってきま、待ってくださいね。開きますね。はい、いいですよ。勘で開かなきゃダメよ。はい、大丈夫ですよ。はい、手から出てますよ、アナハタチャクラの木が。はい、あなたと心と体はコントロールできますよ。自分でこれを木を見てください。この状態で大丈夫ですからね。ちょっと喉の方にも上がってきてますね。両方でこうねじってあげましょう。いいよ。ほら、どうかな。これでかく映ってる？それとも小さい小窓？いや、小窓ではないです。ちゃんとあの両手ですね、今日。はい、今日両手。うん、これ映ってるでしょ、両方。はい。こっちよ、左の方が気が強いですよ。はい、陰の方が、先生多分フェイスタイムなので逆転だと思うんですけど。はいはい、右手だと思います。これ右です、これ右です。右はそっちですか。こっち左、左手の方が赤いです。気が強いみたいです。これね、あなたこっちのはいいか。じゃあ陰の方がいいやん。これ陰の木です。僕もなんか鼻あれ出すな鼻風邪、喉をやられちゃってね。先生、ライブやりすぎですよ。やりすぎたんですよはい、どうかな。あ、いい感じですね。はい、どん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 気が流れて。はい、頭いいですか、押さえて。そう、いいかい。よいしょ。おー丹田開けといてください。開いてます。大丈夫ですか？悪い気はどこから出せばいいです。じゃあね、いいですか？一応これでぐーっとやって、丹田に入れて、どん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 。はい。はい、丹田閉じてください。はい。それで体をぎゅーっとこう縮めんの、ぎゅー。縮める感じ。そうするとどっかからシュー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 漏れるから。あ、腰から出てますよ今日。はい、じゃあ腰、あ、これ階段です。これ上り下りしたでしょ。はい、あの時ちょっと無理したんですね。腰んとこにね、手、自分の手当ててください。腰にです。はい、そのシューシュー漏れてるとこへ。はい、どうですか。あ、冷たいです。冷たいですか。それで漏れはどうですか。もう漏れは押さえると止まるんですよ、手を当てると。はい、そうそうそう、それでいいんだよ。それじゃあずっと押さえられないからね。今度ね、いつもね、サランラップあるでしょ、料理用の銀紙の、はい、あれをね、その漏れてるとこに塞ぐんですよ。あ、アルミホイルですよね。はい、それ一時的に止まりますから。はい、
はい、今手で押さえてると体どうなりました？体は気が巡ってるような気はしますけど、体中に。はいはい。それで漏れちゃダメなの。はい。そのエーテル体が穴開いてるから。漏れると、そこからこの送ったエネルギーがさっき入れたでしょ？はい。それがね、漏れちゃってんの。ああ。じゃあいいかい？はい。また、丹田開けてください。はい。はい、どうですか？はい、気が。開けたら足の方に流れてきました。はいはい、いいですよ。はいはい。ずっとずっとやって、足から流しちゃって、外に。どうですか？足首硬かったのに、少し回るようになってきましたね。はい、いいですよ。大丈夫、大丈夫。心配ないからね。10分か15分か、20分ぐらい治っちゃうし、大丈夫です。はい。はい、何でもいいですよ。喋ると、口から邪気が出るから、軽く喋るんです。うーっと喋らないで、はいってこう軽く喋ってください。はい、どん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 気が入ってまーす。この気功術が終わりましたら、はい、一度少し寝た方がいいですよね。そうです、少し休んでください。わかりました。はい、大丈夫、大丈夫。はい、手を見てると体はどんどん楽になる。いいですか？外部オーラ、エーテル体の穴が塞がりますから、いいですか？はい。オーラ楽になってきた。腰が辛いことに、はい。初めて気づきましたね。腰悪いですね。それ、針やれ一発ですね。そうですね。近きゃね、来ればいいけど、遠いから、ね。針はすごく効きやすいんですよ、私は。はい。じゃあ、だ針やれば。じゃあ、いいかい？はい、針のイメージをしてください。いいですか？はい、私が針をしますよ。はい。腰に針を打つイメージしてください。はい、打ちました。はい、腰の中が柔らかくなってきました。はい。はい、楽になる。はい、楽になった。どうですか？痛みは今触って押しても引きましたね。はいはい、大丈夫ですよ。はい。今日は1月10日ですか？はい、11日ですね。はい、11日。あ、11日。あらまあ。11日、今日10日と…木曜日ですよね。はい、今日木曜日ですよね、先生。月火…あ、木曜日です。あ、11日ですか。11日です。1月11日…間違えちゃった。10日は一応、孫の誕生日だったので。ああ、おめでとうございます。はい。食事作ってあげるの大変ですね、ああやって食…ね、毎日毎日。昨日は、彼もね、疲れてたみたいで、はいはい、一緒に何個か食事を作ったので、はいはい、会食の。いいですよ。それで夜勤に行って帰ってきたので、はいはい、もう仕方がないので頑張って重い腰と体を引きずってご飯作りました。あ、大変だ、頑張ってください。無理しちゃダメよ。はい、じゃあ今度陽の木をよいしょ切り替えて、はい。だいぶ体動くようになったので、はい、どうかな。ちょっとこう足腰動かしてみて。足はだいぶ動きますね。足上がるようになりました。いいですか先生？絵とか見えますか？はい、絵とか見えますか？ああ、絵お得意なんです。描くの好きなんですね。好きですね。はい、いいですよ。絵は描いた方がいいですよ、あれには。はい、見えますよ。私はまだ書いてないので、はいはい、ちょっと頑張れるようになったら。じゃあね、ちょっと手出して、手と手合わそう。あ、そう、もうちょい画面の方に。おーしよし、それ。がい、よっ。ほーら。ふっ。手からどんどん気が入ってくる。はい、体中が充満する。はい。
よし。いいですか？体どうですか？あったかくなってきました。はいはい、もっとあったかくなる。大丈夫。どんどんあったかくなる。背中の方から。背中から？はいはい。首の方に上がってきてますね。上がってきてます。いいですよ。じゃあ今日これ上げてあげますから。はい。今日のこれをね、音声をとあなたのとこの小野さんのとこの画像あるでしょう。あの食卓の画像、はい、あれでね、この音声作ってあげますから、これをまた聞いてください。YouTube に上がるから、はい、いいでしょ？大丈夫、はい、あれ使って大丈夫ですよ、はい、今日散らかってますけどね。いや、いいです。本当はね、この格好でやってるのをもう一丁カメラがあればいいんだけどね。そうするとそれ撮ってあげてあげるともっといいんだけどね。はい、どうかな。やっと左足に来ましたね。はい、もうちょい頑張る。よし、やっぱ頭が痛いです。頭？はい。どの辺が痛いかな？イメージ。前頭葉って感じですね。じゃあ、あれじゃないですか。アジナじゃないですか、ここ。ここでしょ？ここね？この辺ですか？前頭葉の側頭部。前頭葉の側頭部ですね。あ、横っちょね。はい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 。いいっすか、行くよ。両側がガンガン痛いです。じゃあ、1、2の3。ほら、送った、そこへ。ああ。どう？速攻。痛くはなくなりましたね。あ、いいっすよ。はい、いいっすか。じゃあ、全体に体を回してください。あ、揺れてるから大丈夫だと思いますよ。はい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 。大丈夫です。それ治っちゃうかい？じゃあ、音叉鳴らしますからね。これでね、外部オーラができますから。今、中の内気はぐわーっと入ってるでしょ？はい。よし、行くよ。はい、音叉に切り替えるからね。行くよ。520Hz。はい？開けたまんまですか？はい、開けたまましておいてください。丹田。はい。鳴らすと顔からビリビリ震えますね。はい、いいですよ。震えていいですよ。はい、どうですか？なんかお腹の方にも来ました。はい、どん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 喋れたら言ってください。はい、死体を降りる、ずっと。はい、気持ちがどんどん落ち着いてくる。はい。先生、物理的な、施術じゃなくても、施術終わった後は水分取った方が良いんですか？はい、何ですか？水分を取った方が良いんですか？あ、取った方がいいですよ。はい。わかりました。ほら、どうですか？あ、やっぱり手も楽になりますね。楽になるでしょう。これ自分でやっても大丈夫ですよ。これね、あれがあれ流せればいいんだよね。そう、これ見てる人がまた波動が合えば治っちゃうんだ。そうですね。これほら、僕の方が、なんていうのかな、TikTok が止まっちゃったから。ちょっと待ってください。ちょっと起き上がりそう。お、起きて。いいよ。次の音叉を用意してくれてるので。はい。これがあるんですよ。ああ、あるあるある。それもじゃあ、両方でやろう。そう、波動が、両方がマッチすると思っていいから。木の棒がないんですよね。なんか、何でもいいですか。これ
でいいですか。あ、何でも。これ440なんですよ。あ、大丈夫です、大丈夫です。体を動かして。どうかな。手から振動伝わりますね。はい、いいですよ。これね、体にこうやってこう当ててもいいんです。こうやって悪いところこうやって。こうやって当てるんです。こうやって。うまく弾けないですね。自分の音差じゃないので。はいはいはい。主人のなので。あ、大丈夫です。じゃあ体を動かして、いいですね。これバイオリンの調整用に持ってる。ああ、それで大丈夫です。ほら、もうだいぶ違うでしょう。ああ、だいぶ動きますね、体。じゃあ音差を割って、はい、また木に変わりますよ。はい、はいはい。ああ、そう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 。はい、つながってますね。ぐーっと。いいですよ。体あったかい。今ね、右、左手からね、熱入れてるから、僕の手に。ストーブのとこ手や、左手を当ててね、そっから、よっ、吸った。熱が伝わってくる、いいかい？よっ。ああ、手、感じますね、手に。あったかいでしょ？よし、はいよ。はい、大野さんの体がどんどん暖かくなって、各部が良くなってくる。ほーら。はい、タンデムは開きっぱなし。そう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 。ここ、手からあなたのエネルギー出しましょう。あなたのエネルギーを吸いましょう。今、大野さんはあなたチャクラから出てるエネルギーを吸ってます。吐いてからどんどん吸いましょう。タンデンも開けときましょう。はい。はい、あ、いい調子ね。どうですか？まあ、だいぶいいんですけど、ちょっともう喉が限界ですかね。喉と鼻が。あ、じゃあ喋らなくていいですよ。どうですか？はい。じゃあね、これでタンデン閉じてください。はい。閉じました？閉じました。いいよ。手から送るよ、あなたの力を。いいかい？よーし、ぐーっと喋んなくていいですよ。はい、ずっとエネルギーが入ってる。体中が暖かくなる。はい、入ったエネルギーがずっと停滞して体が楽になってくる。はい、大野さん、これで休んでください。ありがとうございます。はい、じゃあ、バイバイ。はい、じゃあ、あなたの方から切ってください。はい、ですよ。はい。はい、さようなら。ありがとうございました。はい、バイバイ。切っていいですよ。これ、切り方は分かんない。どうやんだ。よいしょ。あ、これか、終了ね。はい、さようなら。はい、はい、終わりました。遠隔療法、2024年の1月11日何時ですかね、8時35分終わりました。名古屋の大野さんです。はい、おしまい。